それなりにね、あのいろいろと費用もかかるでしょうし、はい、長いボール、古橋、古橋が受けた、中へこぼれているところ押し込んだ、同点、田中純也が最後は決めました。古橋と田中純也、すごいパスじゃないですか、今の体格のパスは。このパスが、はい、まあ、スピードのある選手が前に2人いたということがね、こういう効果を生みましたよね。これでガンバはホームは3試合連続3失点、3対3。ああ、そういうことになるんですね。取った、ダンクレから取った、ファンミージョ、